カーブームの先駆けとなった漫画サーキットの狼。その千葉県肉踊るバトルを現実のものとするためスーパーカーが日本全国から大集結。決戦の場はスポーツランドスゴー。1周 3.7 キロ、アップダウンのきついこの本格的なサーキットで往年のスーパーカーが一体どんなバトルを見せてくれるのか。入念なウォーミングアップを経てフォーメーションを整える狼たち。スーパーカーの王座をかけた死闘が今繰り広げられようとしている。狼バトル最終回、炎のバトル。グリッドは排気量順 1558cc のロータスがポールポジション。ヨーロッパはビッグバルブユニットを搭載する最終モデルのスペシャル。サーキットの狼の主人公久米木雄也こと土屋圭一です。今日はですね、30年前の思い出を振り返ってバトルをしてみたいと思います。30年前の名車です。ロータスヨーロッパのコーナリングを、幻のコーナリングを皆さんにお見せしたいと思います。72年からラインナップされたデタッチャブルトップの GTS がエントリー。結構自分としては好きな車の一つです。今日これ乗ること楽しみにしてました。ね、古い車ですからいたわりながらバトルしたいとは思いますが、どこまで行けるでしょうか。排気量がねあまりでかくないからね、ここから後ろの車にどこまでストレートでついていくかやってみたいと思いますが、いたわります。グループ4にホモロゲートするために開発された生粋のレーシングポルシェ。昔散々ハマってた漫画の主人公になるとは思いませんでしたが、懐かしいスーパーカーというか、子供の頃憧れたスーパーカーでバトルできるっていうのはまあ面白いかな。まあ短い周回数ですが楽しみながらかつ真面目にやりたいと思います。12気筒以外のロードカーで初めて羽馬のエンブレムが装着された。この車でサーキット入りしたいなと思ってたけども、とても当時は買えなかった。そういうその若い時の夢の憧れの車です。だからそういう懐かしさもあってね、まあ今自動車文化が進んで技術も進んで今運用する車じゃないけども、当時を懐かしがってね走りたいなとそう思っています。スーパーカーの代名詞といえばランボルギーニカウンタック。はい、お待たせいたしました。まあこのね V12 気筒、この太いタイヤ、ガルウィングドア、この格好といえばですね、この手の、まあ、化け物系といえば木下隆一じゃないでしょうということですね、スーパーカーならではの熱い足をお聞きしたいと思います。その名ミウラとはスペイン語で最も有望な闘牛を指す。まあ30年前の車たちなので、ポテンシャルは、時代を感じるかもしれないですけども、これだけのそうそうたるメンバーが揃ったっていうのは、まあ、車も含めて、すごい非常に僕は嬉しいです。またその中に一員として走れることを、感謝しています。最高速302キロランボルギーニキラー 365BB。 僕はねこのサーキットの狼世代の頃は高校生で、どちらかというとまあ、F1 コースであまりスーパーカーは興味なかったんですけども、まあ、最近のフェラーリの凄さのルーツがここにあるというような考えでね、ちょっと持っていきたいと思います。そしてオーバーヒート気味のトヨタ 2000GT に代わって急遽バトルに参加することとなったのがデトマソ・パンテーラ GTS。 イタリア語でヒョウを意味する名前のこのエキゾチックカーは高度性の V8 エンジンを搭載し、並みいるライバルたちに勝るとも劣らないパフォーマンスを見せた。
原作では瀬戸内海でのレースに登場した四国の獅子。まあ、アメ車のエンジンなんですごいトルクあるんで、この都合のきつい上りなんかは結構他の車より行けるんじゃないかなと思ってます。頑張ります。スターティンググリッドに並んだ8匹の狼たち。クラッチをいたわってローリングスタートを採用したため、各社フォーメーションラップに入る。そして再びコントロールラインを通過した時がサーキットの狼バトルの幕開けとなるのだ。いやーすごいね、なんかタイムスリップしたみたいだね。いい絵だよ、すごく。しかしこうして見るとあれだね、カウンタックっていうのは今の車と変わんないよね。でもその20年30年前の車に見えないわ。20数年を経てもコンディションは上々。ドライバーの緊張感も高まっていく。コーナリングマシンロータスヨーロッパ、直線では抜かれますがコーナーではその素晴らしさを見せてあげようかな。さあ8台の隊列はほぼ整った。これ左後ろは何、これニノ君。溜めちゃおうかな。ハンドなんか横に並んじゃってるもんね、こいつね。なんかフライングするんじゃないかな。 BM 版サーキットの狼バトル、いよいよスタート。ポルシェ308カウンタックが好スタートを決めた。ロータスヨーロッパは早くも3位に転落。ではリプレイ。よっしゃ、あ、ずるい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 。いやー怖い。あ、危ない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 よ、危ない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 ったら危ない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 。シフトも入んなかった。皆さん、あまり急いじゃいけませんよ。忘れないでね、俺を。よし、いいぞ。コーナー、こんなとこノーブレーキで行っちゃう。吹雪優也。見た、見た、見た？ねえ。もうノーブレーキで行っちゃう。ほら、前3台が引き離す。しかしパワー排気量を考えてもこのままじゃ終わりっこない。あ、いい勝負だね。おお、いい勝負だよ、いい勝負。でもコーナーではピッチロールとも大きい308は苦しそう。コーナーはいいよ、ほらカウンタックコーナーはいいなんて初耳だけど、ほら全然いいよ。膨らみすぎ、お父さん、お父さん膨らみすぎ。あらら、早い早い、タクヤ。最終コーナーで大きく膨らむガンサン308。ドリドリヨーロッパも来てる来てる。この加速で三浦の力を出せ出せ。よし、結構いいぞ。さあ早くもバトルはファイナルラップ。ハラパンテーラブレーキング勝負で池澤三浦をパス。おー、暇になっちゃったよ。まだ1周目だろこれ。はい、あと1周頑張って。一方トップグループは、よしちょっとちょっと、あなたなんて邪魔をするの。なんかピーターソンみたいなやつだねこいつ。
元気ほら邪魔だ。ほら遅いぞ。直線はパワーに勝る308だが、コーナーは軽量で S タイヤを履くロータスが断然速い。365カウンタックも詰めてきた。あなたロータスについてくるなんてとんでもない話だよ。コーナーでロータスについてくるなんてね、100年早い。100年。ブレーキングはねちょっと怖いよ。ローターがバリバリいってるし。トップグループの差はほぼ同じ。タイヤの違いだよ。だけどやっぱポルシェってすごいよ。こうやって大昔のポルシェでもねちゃんと走んだもん。いや7000以上回るんだけど、とりあえず7000飛んできますわ。パワーが物を言う上りの最終コーナー、非力なロータス逃げ切れるか。ガラパワーで行くかな。優勝は拓也911、2位は大健闘の土屋ロータス、そして最後の最後で黒沢308をパスした中谷 365BB が3位となった。キャブの調子がいまいちで、はっちゃん、そして D のファンの皆さん、本当にごめんなさい。さあ30年前の超スーパーバトル行いましたけれども池澤先生いかがですか。まずこういうふうに中に入ってるってのは嬉しいよ、自分自身で、ね、あ自分自身で、ね、自分入ってたものが本物になってるんだから。でもこれさ、あの漫画の世界だけじゃなかったわけですよね先生ね。実際こうバトルしてみると、ガンさんいかがですか、ね、いや意外とバトルできましたよね。そうそう、タイヤとかねいろいろあるけどね、うん、俺はそういうバトルよりもね、ちょうど俺がね現役の頃憧れてた車なんで、それに乗れた。世界のレベルってすごいですよね。ね、あの今の車と比べちゃいけないけども、あの当時の日本車から見たらすごい車だよ。すごいですよね。なおかつね、その頃の車がちゃんとプロが真剣に走れる状態にあるっていうコンディションがね。走れる。君大人げなかったね、なんかいきなり行っちゃって。え、早瀬左近らしいよ。早瀬左近って性格悪い。あの早瀬左近ってね、早瀬左近って性格悪い。クールなの。クールクールクール。緻密なんだよね。うん、で服部なんかはなんか最初良かったのに。え、最初ってスタート前だけど。あのね、パッケージ的にやっぱストレートちょっと遅すぎだね。いやでもかっこいいからいいや。ただ聞いてよ。ピーターだっけ、あの意地の悪い。いや、あの死んじゃう。最後にチェッカー前に死んじゃう。死んじゃう。せっかくからなんかで。死んじゃうんだ。でもお前。けどジノいい車だよね。かっこいいよ。でパワーとさ全て合ってるもん。今乗っててさ、ジャックアンダーでずっといけんだもん。でもね、最初はね、始まる前はもっとばらけると思ったんですよ、うん、だけどね、テール2ノーズのバトルができるからね。そっちはどうだったの、中谷は。いや、僕のはもう本当にストレートね、メーターで190キロぐらい出ちゃって、合ってるのかどうか分かんないけど、怖いですよね。いいの、夢の世界だから。他の車と比べても直線はやっぱりすごいですね。すごいね。コーナーはね僕のカウンタックの方が速かったんですけど、でもストレートはターンっていっちゃうね。パンテラもね直線190ぐらいで多分365と一緒ぐらい。パンチラ、ね、それ読み上げやがる。でもコーナーはなんかね、アンダー出るとその2トントラックでアンダー出てるみたいな感じですよ、ね、っていうか、ね、コーナーがどの方がいいの、ね、タイヤで違うんだけど、履いてるタイヤで、だけどちゃんと走れるコンディションに合うっていうのが、そういうこと、ちゃんとこうみんながバトルしてるっていうのはすごいじゃない。 その位置にいるっていうことが、これでやっちゃう。いなかった。単独走行。だって死んじゃう役なんだ。沖田は結核で遅れてくんだもん、ね、そうしょうがない。で、あの浜の黒表は誰でしたっけ。カウンタック。カウンタック、あ、俺ですよ、ね、浜の黒表。そんな感じよ。もうね、細かいことはどうでもいいんですよ。ガルウィング見てくださいよ、3ヤンゴの太いタイヤ。おしゃれおしゃれ。あのウィング、あの低さ、やった、コックの狭さ、首の痛さ、これがスーパーカーでしょ。でバトル中やった。もうちょっと見てよ。木下君の人生そのまんまだね。どういう意味。派手派手ね。まあということでですね、まあ、池澤先生を交えまして当時のサーキットの大神バトル、まあこんなバトルが本当に実現するとは思いませんでしたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。非常に素晴らしいバトルだったと思います。懐かしかったよ。25年前サーキットの狼で描かれた激しいバトルが決して漫画の中だけのものではなく、
実際にも成立するドキュメントであることが証明された。これは作者池澤聡先生が当時から多くのスーパーカーを乗り継いでそれぞれの車の特徴をしっかりと把握していたからこそできたこと。新世紀になってもサーキットの狼吹雪雄也はスーパーカーの魅力を伝える伝道師として生き続けるのである。